バッキバキのナメクジ、どうもビッグベースです。はい、ということでですね、今回の動画はですね、懸賞金の動画でございます。これその名も、1週間ビーガン生活。それはしんどい。はい、はい、野菜1週間。あ、でも野菜はさ、全然いけると思うよ。いけると思う、これ使えば。あ、すごい、本名は言うやん。まあ、ビーガンというのはですね、まあ、いわゆるあの野菜しか食べない人たちのなんですけど、ね、あの今までやったことないなと思ったから。頑張ってた。頑張ります、はい。ちょっとなんか実験マウスみたいな感じで、そうそうそう、まあ、実験台。それでは、行っていきましょう。ビーガン生活1日目の朝です。家の冷蔵庫を見たらですね、基本的に野菜以外のものだったんで、その中でですね、野菜レベルしかできてないものをね探した結果、あったのがですね、これですね。ヘルシー&テイスティーって感じです。意外と大変そうですね。うぃ、頑張っていきましょう。はい、ということでお昼でございます。うちの母親がですね、配慮をしてくださってですね、サラダをね、たくさんボウルに入れてくださってね、バチボコにビーガンでございます。頑張っていきましょう。なんとですね、渋谷に来てしまいました。あなたはビーガン生活をしているので、しか食べれません。はい、はい、いただきます。じゃあ俺もいただきます。いや、申し訳ない。ごめん、控えめに食うわ。こんな姿悪くないから。それがなくてもうめぇ。2日目の朝でございます。朝っていうかもう時間帯的な昼なんだけど、今日はご飯と、まあ、ご飯に醤油、塩と胡椒ですね。はい、昨日野菜買い忘れたんで、すごいボンミスしてます。2日目にしてね、だいぶイライラが溜まってます。今まで自分がね、なんか食べてたものを食べれないっていう感覚ってのは、すごいストレスになるのが分かりましたね。はい、頑張っていきましょう。はい、ということでですね、今日は韓国料理なんですけど、まみした通り、野菜ラーメン。で、この麺が、まあ、卵麺ではないということなので、まあ、一応確認したので、まあ、食べれると。いただきます。うまい。おはようございます。11時頃に起きました。朝ごはん兼昼ごはんということで、今日はですね、ご飯山盛りサラダです。頑張っていきましょう。ビーガン生活4日目、ダブルカレーです。今日の朝ごはん兼昼ごはん、野菜とインド人の店主に聞いたんですけど、チキン入ってますか？入ってないです。ノーチキンって言われたからね、置いていきましょう。はい、こんばんは。ビーガン生活4日目の夜ご飯でございます。実は昨日の夜ご飯の動画をですね、撮り忘れてて、今ここに写真載せるんですけど、はい、はい、これですね。今日の夜ご飯も同じく納豆ご飯です。という感じになります。4日目にして他の食べ物に対する衝動がですね、だいぶ落ち着いてきました。慣れてきたって意味なんですかね。でもね、お腹の減りが早いです。以前と同じ感覚ではないですね。まああと3日頑張っていきましょう。ありがとうございます。ビーガン生活5日目でございます。ということで、今日の朝ごはん兼昼ごはん試合になります。ご飯、サラダ、納豆、ハイントバナナ。それではいただきます。このタイラーメン、米粉でしょ。しかもスープに肉使ってないと。店員さんサービスでオレンジジュースくれましたんでね、飲んでいきましょう。これマンゴージュースだったわ。これうまい。玉ねぎだよ、それは。決まった。いやーいいね。どうすか。うますぎてだから。うわ、うん、綾小路コクマロ。タイラーメンが来ましたね。いただきます。これが米粉の麺ですよ。あ、麺もやっぱ、あー、辛い。ついにビーガン生活が終わりました。いや、無事1週間ビーガン生活やりきりました。正直な感想を言うと、めちゃくちゃ嬉しいです。ビーガン生活を通して、ネット上にあるね、効果ね、なんか健康になりますっていう効果、正直あんまりかな。野菜中心にすることによって肌が改善されたとかっていうのは正直ないと思います。なんならここに新しいニキビできたしね、わかる、見える。肌質改善はね、1週間じゃダメですね。もしかしたら1ヶ月かやってみたら多分良くなるのかもしれませんね。でも正直言って、肌質改善目的に
やるのであれば結構根気が必要なのかなと思います。あと髪の毛が抜けるとか、それはちょっとね、多分違いますね。はい。うん。あんまりなんか抜けてる印象なかったんで、はい。あと何かあったっけな。痩せるね。1週間の間で1キロ。まあ、僕の場合は多分筋肉が収縮してるのと、まあ、多分軽く脂肪が減ったのかな。落ちてましたね。これをね、誰かにおすすめするか。今ね、お肉とかお魚食べてる人におすすめするか。たら、おすすめはしないです。意味ない。ストレスになるし、食べたいもの食べれないし、いちいち店とかね、コンビニで何使ってるかね、確認しないといけないし、めんどくさいなって思いました。あんまりやっても意味ない。てかむしろ体に悪い。栄養偏るんで、とても非効率的な食生活だと僕は思います。そんな感じでしたね。人によって多分効果があるのかもしれないんですけど、気になった人はやってみる感じでいいと思います。次の動画でね、お会いしましょう。バイバイ。